奈良にゆかりの深い漢方について知ってもらおうという催しが奈良市内で開かれました県では漢方薬の原料となる商薬の生産拡大や普及を目指し関連商品の開発などに取り組んでいますこの催しは県内で生産・販売されている漢方に関連する商品の販売やワークショップなどを通して 奈良の漢方に親しんでもらおうと開かれたものです会場には根の部分が生薬として利用される大和陶器を使ったドリンクやコーヒーのほか化粧品なども並び参加者の人気を集めていましたまた漢方を使って入浴剤や匂い袋を作るワークショップも行われ 参加者が好きな香りの薬草を袋に詰めオリジナルグッズ作りを楽しんでいました。はい